くちゃんの話いいんじゃない。マイナーチェンジですね。なんかちょっと本当ちょっと違うね。なんかね、なんか気分が変わりますね。いいんじゃないっていうね。最後どうしましょうね、エンディングね。前回一応言ってたのいいんじゃないって言おうって言ってたんですけど、そうですよね。いいんじゃない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 、はい、いろいろ考えますが、そうですね、難しいところですね。まあ、それはそれといたしましてですね、はい、私昨日ですね、ちょっと大阪の歴史をちょっとこう学びに天神橋筋6丁目のあたりに行ってまして。へえ、またどうして。あの天禄にですね、大阪暮らしの今昔館っていうミュージアムがあるんですよね。はいはいはい、これまあ大阪の人はみんな知ってるかな。まあ、そうですね、あのオープンした当初に私まだ若い頃ですけれども一度取材には行ったことはあるかな、うん、それ以来行ってないです、うん、それ以来は行ってないんですよ。です実は行けてない。あ、本当、うん、長い。あれオープンいつだったか覚えてます？いやちょっとオープンいつだったかな。2001年なんですよ。あ、2001年だったかということは、ね、2001年23年前。そう、私多分中学生ぐらいなんですよね、もう。でしかも宮崎県にいたから、うん、全然存在をこう認識したことがあまりなかったんですよ。そりゃそうだと思うし、うん、もしかしたらあの関西にお住まいの人で知らない方大勢いらっしゃるかもしれない。で意外と私大学の時は京都に住んでたんですよ、うん、はい、で京都に住んでた理由はまあいくつかあるんですけども、それはまあ大学の進学はもちろんそうなんだけど、うん、やっぱり歴史的なことが好きだから、はい、でそういう、こう歴史を学びたいところもあって京都に住んでたところはあるんです、うん、そう言ってたね。やっぱりそれはやっぱ京都はかな、なんていうか京都に勝る場所はないと言いますかね。まあ、それはそうですわね。ここに六原短大があったのかみたいな ね、 そ, うね、そういうことを感じて歩けるわけじゃないです か、 ですから、ね、これが蛤御門かみたいなね、い思いながら歩けるわけじゃないですか。なんでまあ京都の街は歴史あるっていうのをすごく認識してたんだけど、大阪の歴史っていうのもすごく面白いなっていうのは関西の放送局に勤めてよかったところの一つなんですよね。まあ、そうですね、大阪城だってあるわけだしね、うん、いろんな歴史がありますが、これ多分関西、まあ、特に大阪の人以外は大阪の歴史に関してあんま知らない人が多いなって思うんですよ。あ、でもそうかもしれないね、うん、確かに。でも昔のテレビ番組の録画なんかを見てるとね、うん、古い NHK のなんかフィルムとか見てると、うん、大阪といえば文楽の街ですねとか、あ、うん、大阪といえばその上方の商人の街ですね、商人の街、堂島の米相場師がとかっていう話なんかは結構ナチュラルに出てくるんですけど、はいはい、多分80年代とか90年代ぐらいのテレビから、うん、大阪といえば串カツ二度漬け禁止やでソースやでみたいな風になるんですよ。まあ、確かにな、お前をアメちゃん食べやみたいになってくるんですよね。あのなんかコテコテの世界に入っていったって今日から来てんでみたいなおばちゃんがね、なんかそうそう、そういう大阪しか多分そのメディアで取り上げられない。あ、そうかも、イメージもね、バンって打ったら打たれたふりするって本当ですかみたいなことになるわけですよ。うん、でやっぱ観光に来る人たちもUSJ ユニバ行ってお好み食べてみたいなことになるわけですよ。そうね、たこ焼き食べて、うん、たこ焼き食べて、ね、道頓堀のあたりうろうろして、うん、そうそうそう、ね、でいつの間にか大阪の人たちも、うん、なんかそのそれに馴染み倒しているというか、逆にねちょっとね、なんかしなきゃいけないみたいな、こう 圧力的同調圧力、いやそういう、いやあるある、大阪の同調圧力ありますよ ね、 なんかね、いや聞かれるからね周りから、ね、だから私知らないんじゃダメだと思って。そうですよね、うん、だからわざわざ道頓堀とか行ったりして、ね、勉強しに行ったりしてるよ。そうですよね、法善寺横丁とかさあんなとかも行ったり ね、うん、ね、いろいろしてます。でそのこう、まあ、いわゆる庶民的で、うん、こうお金があまりかからずに、うんね、親しみやすい大阪っていうのはこれはこれで素晴らしいと思う、一つは文化だと思うんですけども、ダミ声じゃない大阪もあるわけですよ。それはまあそうだわ ね、大阪の人が全員ダミ声なわけじゃないんですよ。これ違います、大阪以外で聞いてる皆さんにこう強く言いたい。私は上品な人もいます、ね、私ももともとイメージとしてどうしても私も地方出身者だから大阪のイメージってのはこうね、ほんとダミ声の、ああ阪神の帽子を斜めにかぶったボロボロの服を着たおじちゃんが串カツを一人で食べてるイメージ強かったです。ああそう、うん、まあ、虎柄の服を着たおばちゃんが、はあ、ネギの入ったビニール袋をこうやってぶら下げながら飴を渡そうとしてくるというイメージはすごく強かった。飴ちゃん舐めるかーいう、そういうイメージ。そう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 、そうじゃない大阪の文化というものをやっぱちゃんと知らねばならないというのはずっと感じていながら、あんなに近い大阪暮らしの今昔館には行かずにいたんです。あらあら、もったいない、ね、もったいない、近すぎて逆に行かなかったんですね。そういうことだな、そういうことよくあるけど、うん、そうなんです、まあ、うん、ただね、うん、
あそこに行くと本当に大阪ってのはすごい街だなっていうことに気がつくんですよ。ああそう、ちょっとどんな感じだったかな、うん、大阪の人も2001年にオープンした時は多分ある程度イメージしてたと思うんで行ったりもしたと思うんですけど、そこから23年経ちました。いやもうちょっと忘れちゃった。もうねすっかりもう記憶の彼方に飛んでしまっている方もいると思うので、改めてこの今昔館に行ってほしいっていう気持ちが強くなったので、はい、今日はそれを皆さんにね強く訴えていこうっていうふうに思っているんです。確かに、うん、そうなんです。まあ、先ほど言った通り2001年に開館したんですけれども、この大阪暮らしの今昔館という建物自体はですね、はい、これは住まいと暮らしに特化した日本で初めてのミュージアムなんですよ。住まいと暮らし、うん、だいたい歴史的なそういう資料館とか博物館っていうところに行くと、まあ、その土地の政治史、政治の歴史とか、うんまあ、あとは何でしょうね、信仰とか風習とか、うん、そういうことを学ぶことができると思うんですけど、うんはい、そうじゃなくてどういうふうに生活してたかっていう、はあ、で意外とこういう博物館資料館っていうのはそんなに当時なかったらしいんですね。そうかもしれない。だって庶民がどういうふうに暮らしてたってことでしょ、うん、そうですそうです。ほうでやっぱりそれはですね、歴史に対する世の中の興味がやっぱり政治史の方にばかり、学校で習う教科書 も、ね、基本的には政治史が中心ですよね、うん、そらそうです。文化史とか、うん、それから市民の生活史っていうのは本当に後回し後回しになっちゃって、はい、で皆さんも覚えているのは頼朝が鎌倉幕府をどこに作っ、ドイツ語を作ったとか、うんうん、でそのなんていうんですか、平安時代にどういう王朝の中での権力争いがあったかとか、うんうんうん、応仁の乱の時は誰と誰が戦ったかとか、はい、そういう話ばっかりじゃないですか。そうですね、ちょっと大きな事件事故、そうそうそう、そういうことがあったりとか、当時の偉い人とか有名人がどういうやり取りをしてたかっていうのが歴史でしょ、うんうんはい、そうですね。そうじゃなくてその当時に生きていた私たちと同じ一般市民っていうのは、うん、どんな風な生活をしてたのかっていうことがここに行くと分かるわけです。そうか、大阪の人たちがどんな風に暮らしてたかってことだね。そうなんです。でしかもこれ2001年に開館してるので、はい、まだ感覚がだいぶお金の感覚ガバガバ時代にできてるんですよねそうね、今と比べたらね。そうだな、うん、そうだな。バブルはもちろん崩壊してるんだけど、はい、まだそのバブルの時のテンションが、うん、とかバブルの時のお金の使い方がもうガッバガバの時に作ってるので、結構贅沢な作りなんですよ。そうなんだね。これ行ったことある人は皆さんご存知だと思うんですけど、はい、何がすごいって江戸時代の大阪の街をそのまんま再現してるんです。ねえ、あれすごいよね。ビルの10階に、なぜビルの10階ってびっくりしちゃうよ ね、 そうですよね、考えたら。であれ、あの建物の下の方行くと、はい、暮らしの相談窓口があるんですよ。あでその、はい、行政はこういう補助をしてくれますよとか、こういうところに住むとあの補助金がこのぐらい出ますよっていうことを相談したり、うんうん、ローンの組み方とかね、うん、そういう申請の仕方なんかをこう勉強できるような窓口があるんです。へでその上にはあの資料館といいますか図書館みたいなところがあって、うん、あの引っ越しとか、はい、あとはもう家の建て替えとか、はい、建築とか、うん、そういうものに関する本がね、情報が読めるんです。今ずっと、ね、今でもそう、 そうなんです、うん、最新のものが置かれてる。へだから暮らしの住まいの質を向上させようという、まあ、そういう団体があるんですけどね、その人たちがやってる博物館なので暮らしに寄り添ってるってことなんですよね。だからそういう資料もいっぱい置かれてるってことか。だから本来はそっちがまあ多分メインで作られたビルなんだと思うんです、窓口がね。でその上でじゃあ大阪の人たちの暮らしの歴史ってどうなってるのかなっていうのを知りましょうということでできたのがあそこの今昔館なんですよ。だから昔を知れば今のこの街づくりも見えてくるっていうのでね。そうですね、うん、大阪の街がどういう風に出来上がったかっていうのはね、はい、分かるんですよ。うーん、で関岡さんも、23年ぐらい前に行ってるわけですよね。そうだいぶ前だからもう本当、あ、どういう風に行ったか覚えてます？エレベーターで上上がって、ビルの上の方にあったっていうのは覚えてるし、そう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 、で最初に9階ぐらいに多分着くんです、ね、8階かな、8階かどっかに着くんです、うんうんうん、でそこ降りたらものすごく長いエスカレーターでずっと登っていくんです、うんうん、上がっていくとまずはその大阪の昔の江戸時代、天保年間ですからもう、まあ、江戸時代の末ぐらいですね、1830年代とかそのぐらいかな、上方文化がもう隆盛を極めた時代に建っていた家のイメージで作られてるんです。今のね土庄町あたりを再現したという、完全再現じゃないんですけど、ほとんどまあ土庄町のような作りをこうイメージして、だから薬の問屋さんなんかがいっぱいあるようなね、いわゆる昔の船場の
あたりの文化ですよね。じゃあちょっと木造の、そう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 、ね、色もいいって感じかな。だいたいこうね、再現するって言ったら、うん、まあ一軒建てたらそれで関の山じゃないですか。まあイメージそうだわな。そうでしょう、うん、ここはね、ね、全部でですね、建具屋さん、小物屋さん、唐物屋さん、呉服屋、下田屋、薬屋、町の会所、本屋さん、人形屋さんで、お風呂屋さんで、裏長屋が 1,2,4 軒で、お庭もついてるお家があって、土蔵がある。そんなにあったっけ。そうだから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14軒のそんなに再現されたんだ、建物が建ってるんですよ。へー。でしかも昔江戸時代の町割の形にして、町の形にして残ってるから、まあ、宿舎がちょっとだけ小さくしてるらしいですけど、でもほぼ当時のまんまの町をそのまま再現してる。そうか、もう下も道も全部って感じ、うん、そう、道もちゃんとその当時の感じを出せるようにやってあるんですよ。でしかも天井部分はドームになってて、そこに朝昼晩の太陽の光がこう再現されるんです。あ、そうだったそうなんです。でその時間になると、まあ、なんか1日にね、夜が 5,6 回来るんですけど、もう日がぐる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 変わるんですけど、ね、うん、だんだんなんか頭どうかなりそうになってくるんですけど、もう寝た方がいいんじゃないかとか思い出す、思っちゃうぐらい、夕方の4時ぐらいになってくるんですけど、そのドームの中の明かりがこうファーって変わっていくんですよね。あ、でその時には鶏がコカコカコって鳴いたりとか、ちゃんと音声もあるんだね。そうそうそう、鳩がホーホーホーってずっと言ってたりとかなんかそういうこう時間帯によって街の音とかね、あ、そうか、ホロホロみたいなのなってるし、犬がホロホロみたいな、夜になったら夜になったんので、空をなんかね、狩りの群れが飛んでいったりとかするんですよ。でそれもう、それ見るだけでも結構楽しいんです。本当ですね、なんかちょっとタイムスリップしたような感じでね、うん、そう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 、まさにその時代に。そうなんです。なんで一回まず10階まで上がるんですけど、上からこの街をバーって見下ろすことができるんですよ。上からこの町の、だから俯瞰で見られるんだ、どういう並びになってるかで、この屋根を間近で見ることができるんですよ。あ、そうか、屋根も、そうそう、瓦屋根で、しかもこの瓦屋根っていうのが昔のその江戸時代とか、まあ、明治時代ぐらいに建てられた建物を壊すときに、大阪でね、うん、壊すときに、すみません、それもらっていいですかって言って、あ、どうぞっていうのを分けてもらって、うん、これを実際に載せてるやつが結構、いや、本物だ、 7,8 割は本物だそうです。はあ、実際に、うん、で時間がどうしても経ってしまうと傷んできたりするので、まあ、部分的には入れ替わってるそうですけど、ちゃんとその場合でもその本物は資料館にちゃんと残しておいて、それのレプリカを作って載せたりとかしてるんですって。へえ、いや、すごいですよね。じゃあそのままほぼね、うん、再現されてるようなもんだ。奈良とか京都っていうのは街並みが残ってますよね、うん、自然にね、自然にね、うん、奈良に行けば奈良町にやっぱりこう街並みに残ってるじゃないですか、江戸時代ぐらいの建物、ね、で京都も、まあ、京都はね、ほとんど大正とか昭和初期ぐらいに建てられた町屋が多いですけども、うん、それでもやっぱり江戸時代のから続くお家だってありますし、うん、それがまあ現役で街中に残ってるんですよね。ただ大阪はですね、ほぼない、見ないな、あんまり、ほとんど建て替わってる、ほとんど変わってるね。確かにその街並みがなんてないね。そうですね、代表的なところで言いますと、江戸時代の建物っていうのはもう、ね、敵塾、あ、大阪の北浜駅から歩いて徒歩5分ぐらいのところにあります、うんうん、敵塾、 あったね、あれがね、江戸時代の、まあ、ほぼそのままの形を残した建物。うーん、それ以外で行くとね、ボンド、木工用ボンドを作っている小西という会社がありますけど、うん、あの小西の元々の本宅である小西家住宅っていうのがあるんですね。蔵造りのお宅ですね、はいはい、真っ黒の家、ええ、ここが残ってます。ただこの小西家住宅はおそらく明治時代ぐらいに建ってる建物なので、江戸時代の街並みではない。あの安倍野とか西田の、あのあたりかな、あっちに行くと、なんか向こうに行くとね、もうちょっと船場の文化とは変わってきてしまうので、古い建物はあったりしますが、ちょっと違うんだね。いわゆる北浜とか本町とか、あのあたりの船場文化、商人の人たちが過ごしていた建物っていうのはないんですよ。そうなんやね、ないんですよ。ないから作ったんですよ。まんま再現してるんです、それを。あ、そう。それが恐ろしいことだなと思います。へー。で、それ建てる時にやっぱ建築の専門家の人たちがみんな結構こだわっているので、そのね、まあ、もちろん木材の形とかね、そういう細かなところもありますよ。うん、それだけじゃなくてね、うん、なんていうかな、こう家が、これはじゃあ、江戸時代のこの頃に建ったお店、うんうん、でその後
この辺りのこのお店は、そのじゃあ20年後ぐらいに新築したお店、うん、でその隣は、その昔からあったんだけどそれを増改築したお店みたいなのをちゃんと全部にこうキャラ設定をして家に、うん、あ、そう、で全部にキャラ設定をしてるから、天あの屋根の上から見ると瓦の種類が時代ごとにちょっと違ったりするんです。あ、その変遷みたいなのも見えるわけだ。プロちゃんとした見た人が見たら分かるようにできてる。でもその解説あんまり書いてないんですよ、そこら辺には。もったいない。そうちゃんとねそれはねあの聞けば教えてくれますけどね、ガイドの方なんかが。はそうでしかもねあの音声ガイダンスというのがこう借りられますから、それをこうね借りてまあ聞きながら見たりもできるんですけど、この音声ガイドをやってるのが何を隠そう桂米朝師匠ですよ。うわー、こりゃまあ最高。そうです、この米朝師匠が、またこの米朝師匠のねこう髪が、まあ、米朝師匠もねもともとはね、はい、その兵庫県の出身の人ですから、まあ、そうですけどね、諸閣さんに言わせればなまってるって話らしいですけども、まあ、それでもやっぱりあれだけの研究勉強をされているあの米朝師匠の、はい、まあ本物の語りが聞けるわけですよ。いやいやいや、これを聞きながら見るとね、ああ大阪っていいとこだなってこう気分になってくるんですよね。世界に入るね、うん、そうなんです。でしかもこれ作る時に大事だったのはその奈良とか京都っていうのはまあまあ江戸時代のもの残ってる、うん、で東京もやっぱりね昔から町屋っていうものがあったわけですよ、うん、で大阪も町屋が昔からあったわけだけど、じゃあ東京奈良京都との違いって何なのかっていうことを調べなきゃいけないわけですよね。そうよね、うん、何が違ったんだろう、違うんだろう。でしかもね東京奈良、うん、まあ江戸ですね、江戸、うん、奈良京都との違いというのは調べようと思ってももうその建物が東京なんかもほとんど残ってないですし、そうか、まあ、もちろん大阪は残ってないし、うん、比較ができないじゃないですか。全くそうよね。で建物自体の資料はもし仮に残ってたとしても、じゃあそこに貼ってあった張り紙はどうだったとか、うん、そこで販売されていた小物はどう並べられてたとか、うん、そういうことも分かんないわけですよ。それ全く、ね、残ってないわね、残ってない。じゃあどうするかっていうと、はあ、書物を紐解くしかないわけですよね。でこれね面白いのはですね、江戸時代にねこの江戸京都大阪を比較した本っていうのがね結構売られてるんですって。そうなんだ、うん、というのはやっぱり江戸時代の江戸と江戸時代の大阪っていうのは人口はね、うん、ほぼ同じぐらいだったらしいんですよ。それぐらいやっぱ強大な町だった、どっちもね。でそのどっちもの町を行き来するそういう旅行が結構流行ってたみたいな、うん、あ、そうなんだ。名所案内っていうのは結構行われてて、じゃあある意味ルルブみたいな、あ、そうそうそう、もう世界江戸ルルブがいっぱいあったんですよそういうことなんだ、うん、そうそうそう大阪の歩き方みたいな方がやっぱ出てるそういうことなんだな。そうで、しかも大阪に生まれたんだけど江戸に出て行った人、江戸に生まれたんだけど大阪で文化人として生活してる人っていうのがいて、でその人たちが江戸はこうだよね、だけど大阪ってこうだよねっていう、で京都ってこういうとこあるよねみたいなのをこう比較してる、そうエッセイじゃないですが、うん、図鑑みたいなやつをね、面白い、ありがたいことにね作ってるんですよ。へこれね、平定銀慶という人がいるんですね。平たいに定、定派の定ですね、はい、に、銀はあの銀色の銀、はい、慶は鶏とか、平定銀慶という人がいます、はい、はい、これもあの畑銀慶って調べても出てきますけど、畑の畑で畑銀慶、平定銀慶とか、あとはね北川森貞というですね、森貞万光という本を書いた人で有名な人なんですけど、この銀慶とかこの北川森貞が残している書物を見ていくとですね、江戸時代江戸の町ではですね、例えば菓子屋があるとするじゃないですか、菓子屋の表にこうこれ菓子屋ですって今でもまあ表示しますよね。この菓子屋の札というのはですね、江戸の人たちはですねまっすぐ貼るんです、こうやって。ところがですね、大阪の人たちはね、うん、これを斜めに貼るんだそうですよ。斜め？斜めに貼ってる。菓子屋という札を斜めにパンと。不思議、なんで斜め？なんでなんでしょうね。いや、うん、多分それは別にルールがあったりとか、そこに何か大事な思い入れがあるわけじゃないんだけど、実はそういう違いがあったっていうことらしいんですよ。へえ、うん、なんか気象とかなんかあれかな。多分性格とか、ま、なんだろう、斜めに貼った方が目立ちますやんかっていうことかもしれませんし ね、 しね、それまっすぐ貼らなきゃダメだろうみたいなことなのかも曲がったことはできれだみたいなことかもしれませんけどほらあんたもう斜めに貼った方がよろしやんかということかもしれませんけども、ね、なんかそういうこう違いがあったりとか、あと用水桶ってあるじゃないですか、うん、まあ、昔の江戸時代の、ね、様子が再現されたところに行ったりとか、うんうんうん、時代劇見てても出てきますけど、ね、用水桶ってありますよ ね、 ね、 桶 ね、うん、こういうね、あれが四角く石をこうやって切って、うん、こう水が溜められるようになってるやつはどうも江戸に多いよね、うんうん、そうだね、そのイメージが結構あるな。だけど髪型だと、まあ、もちろんこれもあるんだけど、うん、釜、あの
ご飯を炊くようなお風呂の釜みたいな、はいはい、なんか五右衛門風呂みたいな、五右衛門風呂、なんかああいう形をした用水桶が時々あるよね。で江戸に行くと屋根の上に天水桶っていう、こう水を入れる桶が置いてあったりするよねみたいな、なんかそういうのも書いてあったりとか、へあと江戸の大八車は掛け声をかけながら派手に押すんですって、押したり引いたりするんです、はい、ところが上方のこの大阪の荷車というのは静かに運ぶんですって。へえ、なんか意外な感じするね、うん、逆のように、なんか神妙な感じがするっていう風に書いてありましたけど、へえ、とかなんかそういう風にね、違いがちょっとずつあるらしいんですよ。はあ、面白い、面白いですよね、うん、あとお風呂屋さんも結構違って、お風呂屋さんは実際に再現されてるんですけど、うんうん、お風呂屋さんの洗い場ってありますよね、はい、洗い場のところはですね、大阪はこれ石敷きなんです、石が床のところにして、床は石、石だ、はあはあ、ところが江戸はですね、これ板間なんです、板間だったんですって。へえ、そうなんだって、腐っちゃいそうですよね、まあ、だからまあ板をまあ定期的に変えたりしてたのかもしれませんけど、うん、まあ、だからちょっと大阪の方が若干豪華なんですよね、お風呂屋さんの床が。豪華だけど寒そう、石だったらどうなんだろう、うん、そうですね、当時は寒かったかもしれませんね。ただこの混浴感はですね、床暖房が入ってますので、この実際入ることできるんですよ、お風呂屋さんの中に。でそこがシアターになってて、上からスクリーンが降りてきて、この建物の説明がね、あ、米朝首相と当時の小米朝さん、今の米団地さんですね、こう掛け合いでね、こう再現されて、うん、いいんですよ。でね、昔の江戸時代のお風呂っていうのはですね、ザクロ口というのがこうありまして、ほう、破風っていう、まあ、破風と言って分かる人はどれぐらいいるか分かりませんが、うん、お城のね、うん、こうお城見上げた時にこう屋根あるじゃないですか、ね、これ屋根の横っちょにちっちゃい屋根みたいなのが飛び出してるの見ません？あ、カラハフって言いますけど、ね、あのハフがついてて、ね、でそのハフの下に板がこう、まあ、腰よりもちょっと上ぐらいまで、まあ、肩ぐらいの高さまでこう板がこうあって、その下にこうくぐっていくと奥に浴槽があるんです。でこの浴槽の中には椅子みたいに座れるところがあって、今もまあそうですよね、お風呂屋さん行くと腰掛けみたいについてますよね。ついてるな。あれ私なんでだろうって思ってたんですけど、あれなんで、そこに腰掛けて、うん、江戸時代の人たちは足湯みたいにしてお風呂に入ってたんですって。あ、そうだった。お尻ぐらいまでしか浸からないらしいんです。へえ、健康的。このお湯が結構熱いので、うん、湯気がバババババッとこう上がりますね、はい、でこの上がった湯気がさっきのこの板でこう言ったら何て言うんですか、戻ってくる感じ、中に閉じ込められて、だからサウナになってるんですよ。はあ、ミストサウナみたいな。そうそうそう、江戸時代の人たちは上半身ミストサウナで、足は、まあ、足湯みたいに半身浴みたいにしてお風呂に入ってたんですって。でしかも当時は男女混浴、うわ、ただね、暗いんですよ、すごく。でドキドキする。暗い、だから暗いから、暗い中でそんなね、年頃の男女同じとなったら、いいんですか、あら、もういいんですか、いいんですか、なっちゃうよ ね。そういうのもあったかもしれません、ねね、当時、あらら。でも意外とそういうところで何かが起こったりはしないらしくって、まあそ、まあ、目的が違う、なんかだから、そこはだからやっぱり慣れるんですかね。まあ、そういうもんだ、見慣れちゃうんでしょうね、多分ね。いや、だそういうもんだと、うん、いうことかな。でこれがね、天保年間ぐらいかなに、混浴ダメですよっていう風紀が乱れるから、だから風紀乱れたんですね、やっぱりね。そういうことね、風紀が乱れるから結局、ね、混浴はダメですよって話になったら、覗きが増えたっていう話もあるらしいですよ、なんかそんなこともあるらしいですけどもね、出歯亀が増えた。出歯亀ってあれ、なんか出歯亀さんっていう人がいたらしいですね、お名前が、うん、なんか歯が出てる人だったらしいですよ。あ、だからあだ名みたいな、よく覗きをやるやつがいて、そいつの名前から取って出馬がめってたんです。まあ、これはどうでもいい。それは別にあの今若干行かない、行っても全然教えてくれない、その話は。それは違う、ね、はい。それは全然関係ない話です。すみません。で、それ覗きが増えちゃったみたいな。で、それお風呂、当時のお風呂を体験、まあお湯はもちろんないですけど、はい、こんなところに入ってたんだっていうのを実際に。その中に湯船っていうか、そこのところにも入る。湯船の中に入ってもいいんです。入れるんですか。触っていいんですよ。基本的にほとんど。OK なんですか。OK なんですよ。へえ。でね、今ね、外国の人がものすごく増えてるんです。これなんでかというとですね、中で着物の着付けの体験ができるんですよ。あ、そんなのもあるの。でそれを着て写真撮っていいですよっていう風になってるから、うん、もうね、すんごい数、西洋の人だなっていう方とか、アジアの方だなっていう人たちも、もういろんな国の人たちがみんな写真撮影してる。そりゃ喜ばれるね。日本人ね、多分ね3割ぐらいしかいなかったですそうなんだ、すごいです、本当に。でまだまだ面白いところいっぱいあるんですけど、ちょっと後ほどお伝えします。愛知県一宮市からメッセージが届いてます。今井さんという方からメールが届いておりますね。深
福島さん、お綺麗な女優さんや関岡さん、あっちゃんと一緒にお仕事ができて羨ましいですとかですね。あっちゃんじゃあ、藤林さんのことです ね、 さて明日のマラソンの時間ですが9時過ぎで間違いないでしょうか。明日はうちの子供がゲームで、嫁が中日戦の観戦のためにテレビを見せてもらえません。阪神戦はデーゲームなので安心していたのですが、というふうに書いてありますが、9時半ぐらいだと思うんですけど ね、まあ、生放送ですし ね、 そうどうなるかね、前後しますからね、で、まあ、できればもうド頭から見ていただきたいですけれども、そうですね、まあ、あとはちょっとビデオを撮っといていただくとか、ビデオテープにね録画しておいてもらうかですね。あとはね爪折っといてください、それはもう、ね、ぜひともそうしていただきたいと思いますね。ビデオってビデオテープじゃないか、意味がな、ビデオまあまあ確かにビデオで間違いは、いや、ビデオで間違いないです。どうじゃないの、久しぶりにビデオって聞いたなと思って、まあ、ビデオではあるんですよね。ビデオではあると思うんですよ。ビデオは合ってますよね。ビデオはビデオだもんね、別にね。録画しといてください、ビデオに撮っといてって。昭和の人間だからごめん。今でも VTR って言うじゃないですか、うん、こちらの VTR ご覧ください、うん、っていうね。あれ VTR の VT ってビデオテープでしょ。そうだね、もうだから違うはずなんですけど ね、 そうだね、今でも VTR をご覧くださいって VTR 違うね、今時テープで出してる人たちいないですからね。映像をご覧くださいで、うん、なんていうん、細かいこと言うとそういうことを言わなきゃいけないんだけど、そうだよ、まあでも VTR の方がいいか、 VTR。 いやでも思えばね、こうビデオテープもね、そのうちあの婚約会に飾られる時代が来る、もう来てるかもしれない。あ、本当よね、ですよね、どう考えたってね。そう、どんどん今 AI の時代だから、なそのよくこれよくね、あの僕ね本当上の人たちと喋ってて思うんですけど、もうあのこうちょっと昔こういうのありましたよねっていう話で、時代変わりましたよね、ね、今 AI の時代だからって言う人多いんですけど、別にそんなに AI の時代でもないですよ。その違うか、なんかなんていうのかな、今何の時代、切り取りが雑すぎますよ。じゃあ今何の時代、いや何の時代とか言わなくていいじゃないですか、別に令和だからとかそんな感じですか、言うとしたら分かんないけど、令和だからね、 AI の時代だからって言われても、いやまあそうだけど、別に AI が政治仕切ってるわけじゃないし、でもどんどん ね、その世の中変わってくるからね、アナウンサーだってもういついなくなるか分かりませんから、先取り先取り、ね、先取りでやっていかないといけませんけどね、まあ、そんな中で江戸時代の建物の話をずっとしてるんですけど、いまだにいや本当でも昔のね、その髪型文化とかね、そういうこう江戸文化って、私大学生ぐらいの時ってなんかまだ上の人たちに教えてもらってたんですよ。なんかそういうのがあったんだよとかって、昔は米相場しがねとかって、はいはい、でも本当ここ10年ぐらいで全くそういう話題を聞かなくなったし、まあそうね、放送局で勤めている人たちでもそういうことに対する興味がもうそもそもなかったり、知らなかったりする人が、まあ、知らないっていう人は多いかもね、やっぱり多いなって思うんですよ。でだからその昔はこうだったっていう話の時に、大体バブルの頃の話は出てくるんですけど、それより前の時代の話っていうのが本当聞けなくなってきてるんですよね。確かにね、だからもうそうね、だから福ちゃん今言ったように、まあ、昔っていう昔がね、人それぞれ違うと思いますけども、そうやっぱり世代がね、入れ替わってきてるから、入れ替わってきてるって感じはするよね、うん、私はちっちゃい時からそのおじいちゃんおばあちゃんの話聞くの好きだったから、祖父祖母にいろいろ教えてもらってましたから、私の思う昔っていうのはやっぱりもう戦時中ぐらいの話なんですよね、感覚的に言うと。あ、だから木の根っこ掘って食べてたとか、そう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 、お芋ばっかりとかトマトばっかり食べてたとか、ね、学校の校庭は芋作ってたとか、そうそうそう、防空壕だったとか、目の前で機銃操作で撃たれたとか、そういう話は昔の話だったんですけど、うん、もう今昔はさーって言ったら大体その、万札振り回しながらタクシー止めてたわよとか、そうそう、バブルあのあたりでしょ、そうっていう風な話が、ジュリ戦っていうのがあって、知らんかとかね、なんかそれ、もうなんかやだ私、もう社会人だったよって言いたくなるけど、それ、レコードっていうのは A 面と B 面があんねんみたいな、なんかそういうのが、まあ、いわゆる昔の話になってきてて、本当そうやな、まあ、今の完全に松井愛さんをイメージした話し方にはなってますけれどもでもそっちの話はよく聞くんですけど、うん、逆にちょっと前まで聞けなかった話が、まあ、たくさん聞けるようになってきてはいるんですけど、本当やっぱりこう木造の家屋がたくさん並んでいた江戸時代の頃の大阪上方の話とか、うん、その文化を、まあ、やっぱりバブル期ぐらいまではある程度守っていた人たちがいたように思うんですよね、うん、まあね、その暮らしの場所は移っててもなんかそういう暮らしを続けていたりとか、うん、語り継いでいたりとか、まあ
いや実際これができたっていうこともやっぱりそこはあるでしょ。多分そうなんでしょう。きっとそこが懐かしいと思う人たちがいっぱいいたからそれが残ってだし残さなきゃっていう思いもあったんじゃないですか、ね、あったんだと思うんですよね。法善寺横丁なんかもね難波では唯一残ってるそういう文化がそうなの、ね、あるところですけど私はそれ結構憧れるんですよね。そうでしょ、私も好きだからそういう大人のおしゃれな文化っていうのをそれがどんどんこうまたこれインバウンドも入ってくるとどっちかというと派手な、ね、大阪。いやだからやっぱり観光化しちゃうっていう感じはあるよね。そうですよね。若干 ね、 そのね二度漬け禁止やでにやっぱりどうしてもなってきてしまうんですよ ね、 なね。そうそう串カツもな、ね、だからそれはそれでいいんだけど、うん、そうじゃない大阪をやっぱり 今大阪の人は知るべきだと思うんですよ。私たちが、うん、ああ若い人も含め、ね、若い世代特に50代、ね、40代ぐらいの人たちがそこを学ぶべきじゃないかなと思うんです。だそういう人たちにぜひこの暮らしの根弱化に行ってほしいなって私は強く思いました。伝えていかなきゃもね、確かに。でもそのすぐ脇はもう本当に天神橋筋商店街で、うん、もうタイガースやでみたいなこうなんかノリの空気感がやっぱ渦巻いているんですよね。ベタベタな感じ。そうじゃないこう大阪のね風情というものも両方ね片方だけじゃなくて両方やっぱり大事にしてもらいたいなっていうのはなんとなく私はよそから来た人間として思うところではありますね。いやまあでも天神橋のあたりは意外とそういう町並みは残っ町並みってイメージは残ってんだけどね。私小さい頃からそこを歩いてるけどね、まあ、そうかもしれませんね。まだやっぱりこう天神祭りがあってあるから、ね、大阪天満宮があってでその信仰みたいなものもちゃんと残ってますしね、うん、そうなの。でまだ残ってる方だと思うよ。そうですね、うん、大阪でまあ数少ない残ってるエリアかもしれませんね。八軒屋浜とか ねあの辺はねしてるとかな、かもしれない、うん、でもやっぱりこう大阪の教育の現場からも多分そういうことを教えるっていうのは多分なくなってきてるような気がしますからね。なんか私は大事にしていってもいいんじゃないかなと思ったりしますよね。でこの大阪暮らしの今昔館ですけど今行くと、まあ、そうだな普通のと言いますかもう暮らしのまんまなんですけど、うんうん、これがね季節がちょっと進んで5月6月ぐらいだったかな、うん、になるとねあの天神祭りの夜っていう設定になるんです。あ4月かもう4月には入れ替わりがあるんですね。あじゃあもうもう ねもうすぐそうですね。4月中に天神の入れ替えがあって、であの天神祭りの夜の設定で4月から9月の間は昔の江戸時代の天神祭りの夜の様子になるんですよ。うわいいな、うん、じゃあコンコンチキチンというのねあれドン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 ね友人踊りのあの音が鳴ったりするのかな。お囃子がであの江戸時代 の、 その天神祭りの時には各商家の人たち、まあ、大きいお店の人たちがね、うん、作り物っていうのをこう展示するんですね。は各お家にですね作り物作り物あの例えばこう花嫁道具だけを使って作ったライオン獅子とかね。へタンスを顔にして、はあ、頭のところに帯をこうやってこうかけて、はあ、で胴のところにはこう打ち掛け、うん、をこうかけお布団とか打ち掛けなんかをこうかけて、はあ、体を作ってなんかこう獅子のように見せるっていう。えそれ顔はタンス顔タンスなんですよ。へダンスこれちょっと今写真を関岡さんに見せてますけど、はあうん、あとこう櫛とか公害を使って小物屋さんがこう鶏をこう再現する。それはそういうことをやってたんですか。そうそうそう昔から。こうやってこう店の表の見えるところにお祭りの夜だけそうやって作り込んで、うん、まあ言ったらそういうなんて言うんでしょうねパビリオンじゃないですけども、うん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 、そのテーマパークのねいろんな乗り物みたいな感じで、うん、まあ一つは多分商家の人たちの俺はこんな豪華なものを持ってるんだぜで飾る以上は、まあ、見せびらかしたいけど、うんうん、もうその見せびらかし方としてですよ、うんうん、ただ並べたんじゃつまんないからそれをこう作り物にして獅子のような形にしてみようとか源平の合戦のようにしてみようとかなんかそういう風にこう工夫をして展示するっていう。昔はずっとあそこ商店街はそういうことがあったんだ。そういうことをしてたみたいですね。あそう、まあ、商店街というか今の船場のあたりですね。船場のあたり、船場のあたりでやってたみたいですね。そういうことを天神祭りの夜にはそうやってこう、まあ、ある種自慢まあそういうことだ合戦ですよね。それもありますし、まあ、お祭りだからちょっと派手に盛り上げようというそういうような思いもあったりとかしてでそれの作り方のカタログが昔はこう出てたりとかね本屋さんからカタログもあったんだ。そういう出版されたりしてこうやって作ったらいいですよみたいな。へえ。そのぐらいにまあ盛んだったみたいですね。それは見ることができるのそこ行ったら。それをね4月に展示会がありまして、まあ、5月6月とかになるとそういう展示が行われるんですよ。そうなんですか。毎日天神祭りの雰囲気
になってるらしいです。で9月になったらまた今度は入れ替えになって、まあ、普段のこう大阪の街並みみたいに変わったりするらしいですね、うん、そこも見たいですね。でこれはお金持ちの人たちの生活ですけど、うん、ちょっと奥の方に路地入れるようになってるところがあって、うん、中入っていくと今度は裏長屋があるんですよ。へ長屋、はあ、でそこはまあ庶民が暮らす、まさにそんなお金持ちじゃない人たちが暮らす家なんですけど、はあ、でそこにこう貸し屋っていう札が貼ってありたりとか、あとはね、子供が2人いる新婚家庭が住んでいる設定の家とか、へ長唄の先生かな小唄の先生かななんかがこう住んでる設定の、はあ、やっぱりちょっと違うわけ、なんかそれちょっと違う、調度品とか置いてあるものね、違うの、あと鍋皮の量がちょっと違ってきたりするじゃないですか、ね、一人暮らしだったら別にそんなたくさん食器いらないけど、ねうんうん、子供さん二人いたらちょっと手狭だなってなるから少し広くしたりしなきゃいけないし、ね、お鍋なんかもちょっとたくさん使わなきゃいけないしっていうのになってくるから、うん、なんかそういうのをちゃんと、ね、住む人を設定して作って、大阪のね江戸時代のこうお家長屋っていうのはね結構核家族だったらしいんですよ。そうなんだ。というのが人が早く死ぬので今よりも、あそうか50ぐらいで死んじゃうので、そうか、あんまおじいちゃんおばあちゃんがいない、いないのかです、ねうん、若夫婦が結構多かったみたいです。そういう意味ではね、で子供も結構いっぱいいたみたいで、それがまあ 9階かな、そこ10階9階ですね、9階のフロア、うん、でその下にこれ8階のフロアがあるんですけど、はい、ここに降りていくと今度はそのまあ、江戸時代終わって明治時代以降どういう暮らしをしてたかっていうのがものすごく精巧な人形で今度は表現されてるんですよ。人形とあとはこう模型ですね。へ、うん、これがまあだから50年ぐらいですかね、50年ぐらいの流れがこう見られるようになってて、戦前にはどういう暮らしをしてたかという街並みが、うん、これもね本当にこれもよく見たら面白いんですけどね、あの今の谷丘のあたりですかね、谷町九丁目とかあの辺ですよね、空堀商店街ってありますよね、はい、あの空堀商店街の一部を丸々再現した模型があるんですけど、うん、それは当時から空堀商店街で生活していた人たちが建てた頃にまだ70代とか80代で来てらっしゃったんですって、はい、でその人たちにあのどんな暮らしをしてたのかっていうのを一人一人にインタビューして回って、そのまんま中で動いなんかこう走ってるとか、なんか馬が荷物運んでるとか、うん、そういうのを作られてるんですけど、うん、それを全部証言に合わせて、うん、おおよそ住んでる人をイメージしながらこう作ってあるんですって。じゃあ本当にそうだったっていうことだわな、うん、当時のそのね住んでた2階に女の子はこうやって上からこう覗き込んでるんですけど、うん、その下をね辻のところを荷物をこういっぱい乗せた荷車を引く馬がこうやって歩いてるんですけど、うん、それはその当時2階に住んでた女の子、まあ、だからその時女の子だった人ですから、これを建てた時には多分 70,80 歳ぐらいの人に話を聞きに行ったら、そのいつも2階から見てたらそこ馬が荷物を運んでた、でその馬がかわいそうだったっていう証言があったんで、それでその人形を作ってみたりとか、ちゃんと物語があるんだ。そうなんですよ、うん、で実はそういうインタビューをして回るとそのそこの、ね、家の娘さんとか息子さんにどうもありがとうございましたってお礼言う時に、うん、どうもありがとうございましたって言って、いやうちのおばあちゃんもねもうね地方症になっちゃっててね、うん、もう全然普段は話も何も分かんないんですけどね、だから今日言った話も多分適当だと思いますよみたいなことを言われるんですって、うん、あすいませんとかって言って、でも一応こう記録して持って帰ったら後日別の資料と付き合わせたらこのおばあちゃんの記憶が正しかったっていうことが分かったりとかして、やっぱり人間のこの昔からの記憶って意外と残ってるんだっていうのは分かるんですよね。そう言いますもんね、うん、よく政治とか経済の博物館っていうのは資料がたくさん残ってるわけじゃないですか、公的なものとして、うん、そうですね、でそれをベースに作られているんですよ、うんうん、だからそれはまあそれとしてすごく価値があるものなんですけど、この大阪の暮らしの今昔館っていうところは当時住んでた人たちとか当時暮らしていた人たちの証言をもとに作り上げているので、思い出がそこには入ってるんですよね。本来だったら記録に残らずに消えていったであろうその人たちの思い出とか記憶っていうものが展示物に反映されてるんですよ。そうか。でそう思うとなんかねこう自分も今こうやってね大阪の街で生活してる、うん、でこの生活ってはきっと消えていくんだけど、ね、未来もしそうやって語り継いでくれたら嬉しいじゃないですか。確かにね、なんかそんなね自分が使ってたスマートフォンが ねこう展示されて中身見られたら恥ずかしいけど、うん、まあまあ ね置いてあったらちょっとなんかこ う, そう、ね、語り継がれてる感じするじゃないですか。なんかそういうものいいな。大阪に住んでる皆さんぜひこう自分たちのおじいちゃんおばあちゃんとかおじいちゃんおばあちゃんのお友達とか そういう人たちが本当に生きてたんだっていうのをね理解する意味では行ったらいいと思います。ご先祖さんの生きてた、うん、その見えてくるってことだもんね。見えてくると思います。
戦後すぐ焼け野原になった大阪に住宅がないから、当時使わなくなったバスの車体を集めたバス住宅っていうのができたんだと。その時の暮らしがまた再現されてたりとか、初めて公団住宅ができた時の様子が再現されてたりとか、スペイン風邪が流行った翌年の天神祭りの様子を再現してたりとか、路面電車とかもある。路面電車もあの模型ではのっ出てもありました ね、境筋のところ走ってた路面電車とか、ね、そういう意味ではねすごく楽しいですし、今もそれを大事に守ってらっしゃるので、ぜひ皆さん行ってほしいなと思うんです。今入った情報によりますと、この暮らしのこんにゃく館ですが、来週4月の8日から12日までは休館だそうです。そうなんですね、さっき言った展示会があるんですね。あ、なるほど、そこで変わると、はい、で13日の土曜日から夏の装いの展示になるということですから、皆さんぜひ行っていただいて、そうですね、天神祭りの雰囲気をちょっと一足早く味わってみてはいかがでしょうか。